デジタル TV。T リーグで当たるのももちろんこれが初めてということになります。どのあたりがポイントになりますか。やっぱり戸上はもうね、まあ、その過去データもありますけども、はい、もう今もう上り調子のもう、昨日もすごかったですね、はい、ですから、まあ、それをどう篠塚がね、うん、あのまず対応していくのか、はい、その篠塚のサーブフォア前出したサーブ、そこからのこのラリーでしたが、戸上のポイントです。とにかく昨日は張本を 3-1 と破って、ビクトリーマッチでは保衛長を、ね、破ちましたね、ね、ということで、まあ、戸上がこの琉球アスティーダの、まあ、白星を生み出したというと変ですが、そういう形になりました。まあ、シングルスだけを見るとこのシーズンの戸上は、6勝2敗ですかね。そうですね、6勝2敗ですね。敗れたのは水谷に、まあ、これ 0-3 で敗れたんですが、あと及川に 3-2 で敗れたというのがありますが、ただ張本には2回勝ってますし、庭にも2回勝ってますし、あと陣に勝ってるということで、いやー、戸上の今シーズンの特にこの T リーグでの、まあ、ある意味ノリというのは素晴らしいノリがあります。そうですね、いや本当に素晴らしい試合が多いですよね、はい、やっぱりそれはこう積極的に攻めてるっていうことと、はい、やっぱ団体戦ならではですけど、こうすごいやっぱ元気を出してですね、プレーしてるところがやっぱすごく、チームを盛り上げてますよね。今戸上がまあ持ち上げたんですけれども、これがオーバーしました。篠塚の、なかなかいいサーブだったということになりますが、今度はロングサーブ、おー早いロングサーブ、なるほど、3オールです。篠塚はですね、この取った3点は全部サービスエースですから、そういうことですね、はい、さあ今度は戸上のサーブになります。レッツ3オール。プレーでいくとどこが一番のポイントになるんですか。やっぱ戸上はですね、サーブからの攻撃も含めた、もう、はい、攻撃力が高いじゃないですか、はいはい、でそれがやっぱりこう、まあ、今はちょっとサービスエースって形になりましたけども、はい、戸上が攻撃を仕掛けてきてもやっぱり篠塚もブロックができますからね、それをしっかりこう守りから自分の攻めにつなげるとかですね、その攻撃をに対してしっかり対応できるってこういう形ですね、はいはい、いやすごいですね、はい、今もこのね説明とこうシンクロしたような内容になりましたけれども、はいはい、こういう攻撃をしっかりこうやって前でですね、カウンターしたり対応したりということところから攻めにつなげれるとかですね、なるほど、あることがまず大事ですよね、そこからだから攻撃されるのが怖いと思ってると、はい、やっぱりされてしまうんですよ。そういうもんなんですね。そうなんですよ、やっぱそれを恐れずにやっぱり、しっかりこうやるべきことをやりながら、はい、自分の形に持っていくっていう、こう、やっぱ2ゲーム取られても負けじゃないですし、3ゲームを取れるような形をしっかりこう自分で掴んでいくことが大事ですよね。そういうことですね。おお、今のバックハンドもいいですね。高なスピードがありました。戸上のサーブです。ストップレシーブから、まあいい展開に持っていけたようにも見えたんですが、いい形でしたよね。そうですよね。うまくこう前へ前へしっかり攻めに行こうとしてですね、しかしポイントを取ったのは戸上の方でした。さあ戸上のサーブ、いや下回転がかなり効いていたということなんですか。そうなんですよ。そういうことですね。対戦した張本とかですね、庭もですね、あのぶつ切れの下回転サービスストップミスするケース結構ありましたよね、はあ、
ムストップの押し、あ、これは篠塚のポイントです。さあ篠塚のサーブ、おお、いや今いいサーブだと思ったんですけども、 そうですね、その後の戸上がまあよく繋いで、そして思いっきり打ち込んだ、うん、さあ戸上のサーブです。よく相手の心理を考えたサーブですよね。その前のサーブの時にあの短い切れたサーブでストップでミスしたじゃないですか、はい、ええ、やっぱり篠塚の心理まで読んだサーブですよね、はあはあ、うん、ちょっと行き過ぎたかなとかですね、チャンスオールだ、まあ、コースも厳しかったですから、はい、ちょっと一瞬迷ったと思うんですよね、はい、どこまで打とうか、うん、でももう行ってしまえっていう感じって感じですね。確かにね、おお、篠塚のポイント1ポイント差。もう篠塚も本当サービスポイント多いですよね。そうですね、もう8本のうちの4本はサービスエースですから。はは、はい。さあそのサーブです。8、9。お、いや、いいラリーになった、うん、中旬からのドライブの引き合いという形になりましたが、ナインオールです。その体格だけ見ていると、まあ、やはりこういう中旬であのドライブ引き合いになったりなんかするとちょっとやっぱり篠塚が大変かなと思ったら結構やれるもんですね。あ、篠塚はもう、ええ、あの前中後陣オールマイティーに動けるタイプですよ。なるほど、はい、165cm の身長のこの篠塚、 170cm の向こう側戸上、戸上のサーブ、ミドルを突かれた、苦しいところでした。10オールです。まあ、ちょっとラッキーなところありましたけれども ね、でもなんとか10オールにして、はい、サービスエースをもうね、4本取ってる篠塚のサーブですから1本勝負、ここ頭の使いどころです。お、はい、変えましたねサーブの立ち位置。あ、そうですね、だいぶフォア側へ動きました。そしてクロスへのサーブ、うわー、しかしチャンスボールは戸上、結局戸上のポイントを、いや今のやり取り面白かったですね。どういう風になるのか。そうですね、これあのおそらくリプレイ出してくれると思うんですけども、最終のプレイですね、まあ、見てみましょう、はい、ここ立ち位置を変えてバックへ深くいったわけですよ、そうですね、でここ篠塚がうまく攻めたんですけども、篠塚が今攻めたボールを、普通戸上が守りに行ったらですね、はい、あのコースに行かないんです。要は篠塚 が下げさせられたじゃないですか、でも攻めに行ったからあのコースに触れるわけですよ。はーはー、ここが非常